こんにちは、ストーンさん。動画の方ありがとうございます。非常にわかりやすい解説だったと思います。こういう風な動画をたくさんフリーとして出すことによって、まあ、信頼が高まってね、お問い合わせ、そして、株スクールコミュニティの参加という流れになるんではないかなと思います。あの、この株コミュニティっていうのは、あのストーンさんが講師としてね、利益を上げるっていうのも一つの、まあ、目的なんですけども、私たちが考えてるのは、そこじゃないんですよね。というのがね、やっぱり、 お金を稼ぐのになかなか突破口を見いだせない方を導いていってその人たちが「は稼ぎろになりましたよ」「株って素晴らしいですよね」って「投資ってすごく分かりやすいですよね」っていうところまで引き上げていくのが私たちのミッションですから社会的意義と言いますかね責務と言いますか、うんまあ、使命なのかなというふうに思います。ももちろん、自分さえ儲かればいいよっっていう話だったら、もう、 人に教えるよりも一人でコツコツねやった方が絶対いいんですけどもやっぱりねそうは言ってもね自分の力を試してみたいってところもあったりやっぱりね誰かを助けたいっていう気持ち私たちにありますよね、まあ、そういう意味で言うと何かの能力を身につけた時にはその能力を誰かにやっぱりこう提供していくっていう風な思いにも駆られると思うんですよそういう意味で言うとストーンさんっていうのはサラリーマンっていうことをしながらねやっぱサラリーマンの大変さとか苦悩とか夢とか家族ってものをやっぱり意識しながら その中で暮らしながらあ同じような状況の人に何とかお役に立てないかなっていう気持ちがきっと伝わっていくんだと思いますえそして今回の動画のラストでねちょっと私からメッセージなんですけども、うん、やっぱりね株とか投資って素晴らしいなと思うんですけどもあくまでこれは手段であるのかなっていうところは手段なんですよというのがね稼ぐのが目的ではなくて 株をマスターするのが、投資をマスターするのが目的ではなくて、それを使ってどんな人生にしたいんですかっていうところが、きっと多くの方が、まあ、いわゆるモチベーション、動機を落とさない、えー、そういうふうなね、えー、要因になると思いますんで、ぜひね、私の FX コミュニティでもやっていこうと思いますけども、やっぱ欲しいものとかね、なりたい自分とか、将来の理想像とかっていうのを忘れないこと、忘れないために語り合う場っていうのも必要だと思うんですよ。で、そこでですね、ストーンさんが、 今したいこと、見たいこと、やりたいこと、そういったものを先頭立って掲げていくといいんじゃないかなと思いますよね。そして今まで株によって実現したこともね、少なからずあると思いますんで、小さなことでいいんですよ。株をやることによって、こんなことができるようになった。株で儲けたんで、これを買っちゃいましたとかね。そのサラリーマンでなかなかできない、あと1万、2万のちょっとした贅沢をストーンさんの方から、これですよってやったらね。うん、やっぱりこう マンンションを買ったりとかね愛人を囲ったりというのはとても思わないじゃないですか私たちはそうじゃなくて本当にねあこんなささやかな喜びが手に入るんだねっていうことなんですようーんまあ、例えばね今私はねこれディアゴスティーニから毎週毎週ナイト2 0 0 0のねパーツが送られてきてこれはね8分の1のでっかい模型になるんですよこれ2年間かけてパーツが送られてきます 110号までかけて2年間かけてナイトライダーのねトランザム2000のこのレプリカがプラモデルで作れるんですよしかも全部動いてコムリンクまであるんですよねでこちらの方が総額で20万なんですけどもこれは株投資による利益でもってこれは買えるなと思うからこう買えたんですよでもサラリーマンさんのお小遣いだけだったらやっぱりね悩むと思うんですよだって毎月1万円ちょっとが課金されていきますからねこれ2年間 やっぱりそうなると毎月3万円のお小遣いのうち1万円が趣味のためとはいえなくなるのはなかなか不自由だなと思うんですよね大体3万円とかだと思いますん、ね、でサラリーマンさんのお小遣いはねうんだからそこに株で副収入が1万でも2万でもあったら諦めずに済むってことなんですよね、まあ、それが私があの投資によって実現したちょっとしたあ未来ですねそれからこっち壁 これ全200巻なんですよまだ読んだことなかったんですけども今一生懸命読んでます200巻をメルカリで買うとやっぱり2万5000円ぐらいになるんですよね1冊100円ちょっとするんですけども、まあ、そのぐらいが相場だと思いますこういうふうに昔読めなかった漫画を一気買いできるのもこういった投資の副収入があるかな,かなと思いますんで自分の人生のささやかな夢をね取り戻すことができるそして幼い頃の憧れを今50代になろうとしてる私が手に入れることができるそれもこれも 投資で掴んだ未来だと思うんですよ、まあ、ですんでね投資が目的、うん、ある程度のとこまでは投資をマスターするのが目的でしょうでもそれを達成した瞬間にそれは手段となって本来の人生の目的を叶えてくれるものになるまあ、そんなメッセージをね送ってもいいんじゃないかなと思いますそれでは今回は以上ですこれからもよろしくお願いしますまたライブしましょう